こんにちは、ちょもりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、カーブのコツというのをですね、ちょっとお話をしていきたいなと思います。で、使用するボールは、はい、ハウスボールで、投げていくのと、あと指は2本指で投げるサムレスではなくて、きっちりこのハウスボールを使って3本指で入れた状態でのカーブというのを、ちょっとお話をしていきたいなと思います。で、ポイントは大きく2つ、あるので、そのコツをしっかり、マスターしていただければ、あの普通に3本指で投げていただいて、カーブというのもかけられると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、一つ目の、まあ、ポイントというか、コツのところで、まず、練習いただきたい部分としましては、3本指で入れますね。で、他の動画でも、上げてますけど、しっかり、カップリストっていうのを作る必要があります。で、練習なんですけど、この状態をキープしながら、上げていただいて、で、まずはですね、これを、このまま投げる練習です。こうしたりとか、こうしたりとか、手首を返すとかじゃなくて、この状態から下げていただいて、でこの状態をキープした状態で押し出す、押し出すっていう練習をまずはしてください。なぜかというと、よく3本指で入れた時にカーブのコツを教えてくださいって言われて、一番よく聞かれるのが、親指の抜き方、抜くタイミングがわからないって言ったように、言われるケースがあります。で、親指は抜くのではなくて抜けるものです。はい、まずここの部分をきっちり頭の中で整理していただく必要があるので、まず一つ目のカーブを、するコツとして、ここの角度をキープした状態でスローで下げて、そのまま投げるっていうところのをすることによって、親指が抜けるタイミングって分かる。で、抜けるタイミングをまずはひたすら投げていただいて、タイミングを軽くでしっかり抜けるように練習をしてください。で、投げるときは下半身を落としますので、こんな感じのイメージ、こんな感じのイメージですね。ちょっともう一回投げていきたいと思います。はい、ちょっと14ポンドと、今日は10ポンドで2つ投げていきたいと思いますね。で、これはキープした状態でそのまま投げるっていうのがイメージです。ちょっと助走なしですね。ですので、ボールをこう持ったりとか、こうとかこうじゃなくて、きっちりこれをキープした状態でまっすぐ投げるこれを、まずはしっかり、コツとして、押さえていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは2つ目の2点目のポイントというので、まあ、先ほどお伝えしたように、まずはカップリストを作って後ろに引いて、そのままキープした状態でまずはまっすぐ投げていただくっていうのが1つ目のポイントとお伝えしましたが、この2点目のポイントとしましては、投げる瞬間できっちりここの中指と薬指のところで引っ掛けるっていうところがポイントです。引っ掛けるのですね、指があった時にまっすぐ来てね、イメージはこういう感じですね。はい、なので変にですね、こうしたりとかしなくても、よくボールが投げる瞬間でここを引っ掛けることによって、ボールは綺麗な回転で、カーブがかかる形になります。ですので1点目、まずきっちりこの状態で投げるところを押さえていただくというのは、親指が離れるタイミングっていう感覚をまず1つ目のポイントできっ
っちり押さえていただくことによって、そうすると次慣れてくると投げる瞬間に親指が離れるのが分かります。というのも親指、中指、薬指、一番短いのは親指になるので、そうするとボールが離れるタイミングっていうのは親指が絶対先に出ます。で、抜いたタイミングで先ほどのようにクイッと変にこうするんじゃなくて、蹴ることによってボールの回転がかかって、戻る形になります。今日はですね、私あの専用レーンっていうので、ちょっと普段よりボールが多めのところで投げるので、あまりちょっとカーブはハウスボールがかからないかもしれないですけれど、まあ、先ほどのように、通常で投げた場合と2つ目のポイントをきちんと押さえた形でちょっとクイッと曲げたような状態で、まあ位置がどういうふうにこう曲がるかっていうのをちょっと見比べていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、ちょっと、レーン寄りで投げていこうと思います。まずちょっと10ポンドで投げるんですけど、まずは、まっすぐ、2つ目のコツを、の中指の薬指は引っ掛けない状態で、まずちょっとまっすぐの状態で投げてみます。今真ん中行きましたけど、ボールの回転のところを見てもらえたと思うんですけど、ここまでこうカーブに回転がかかってないんですね。いただくと思います。次ちょっと14ポンドのボールで投げようと思います。これも押し出すようなイメージで投げています。もう全然回転がかかってなくて、まっすぐ行くような形に、なったかなと。じゃあ、今の要領である程度親指が抜けるタイミングっていうのを、まあ、感覚として、やってもらいましたというので、じゃあ次、ちょっとですね、中指と薬指のこういう形で引っ掛けるような形でちょっと投げていこうと思います。まずちょっと10ポンドから、から投げていこうと思います。いますね。はい、今分かりましたかね。ちょっと外目から投げたんですけど、まあ、スピードもそんなに変わってなく、ちょっと滑らかな感じで真ん中のヘッドピンに寄っていたと思います。で、次ちょっと14ポンドで投げていこうかなと思います。これも、中指と薬指をしっかりいう感じで投げようかなと思います。いきますね。はい、皆さん、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、私のちょっと力不足でですね、あまりちょっとこうカーブでクンっていう感じのね、カーブをかけることはできなかったんですけど、先ほどお伝えしたような2つのポイントですね、きっちりまずは親指が抜けるという感覚、タイミングっていうのを掴んでいただく。そしてその感覚を掴んでいただいた後には、きっちり、中指と薬指の方で、はい、かけるっていうところをやっていただければ、超カーブがかかるかなと思います。はい、ではですね、少しずつ皆様もですね、カーブのマスターしていただいて、楽しいボーニングライフを楽しんでいただければと思いますので、お願いします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。